んちは金子でございます。ということで今日なんですけども、なんか自宅で旅館気分が味わえたら素敵だなーって思っちゃったんです。なので今日は自宅で旅館飯作っていきたいと思います。ほんで昨日海がしけでですね、あんまり市場に魚がなかったんですよ。なのでいろんなところでちょこちょこ買ったんで、買い出しのデータは取れてないんですけど、いっぱい買いました。それがこちら、よいしょー。ということでどうですか、ドドンと用意しました。まずバットごとに説明していきますね。こちら、シャコエビ、そしてボタンエビですね。で、鳥貝、天然物のアワビがあります。僕の大好きな渡りガニですね。やっぱり旅館飯にはこの渡りガニ必要ですよ。で、貝がドーン、こちらですね。岩ガキです。で、サザエ、で、大アサリですね。で、このちっちゃいのが、これ大アサリの子供です。これね、いただきました。これ手掘りで取ったやつなんで、砂噛んでることないから、普通に酒蒸しとかお味噌汁とかでも食べれるよーってことなんで、いいのいただきました。で、これがアサリですね。今の時期旬です。で、こちら、平貝ですね。平貝も今美味しいです。で、あとタコと、で、マグロとサーモンもちょこっと用意しました。で、これ、有頭のタイガエビですね。これも今日使いたいなと思って買ってきました。こいつはね、生食はできませんので、加熱調理用ですね。で、キラキラのイクラ。そして今、絶賛大高騰中の、じゃん。バフンウニですね。美しい。そして魚系いきましょうか。魚はね、この中に入ってますよ。昨日買ってきたんです。まずこちら。今日のメインですかね。モガレイですね。癖がない白身でとてもうまい。で、この子昨日まで生きてたんですよ。で、こういう風に締めて、で、血も抜いて、ほんで神経もこうやって抜いて、で、エラ内臓も出して、こういう風に1日冷やし込んでおきました。ちょうど食べ頃かなと思います。ウマヅラハギ。すごくいいクオリティのもの。これも昨日生きてたやつですね。本カワハギ、これも買いました。こいつも昨日まで生きてたやつです。そしてですね、今日も朝日さんからこちらの生ジョッキ缶をいただきましたので、実食の時に一緒に飲んでいきたいと思いますよ。なんと発売してから何本売れたと思います？これ4億本突破したらしいですよ。やばくないですか？ものすごいスピードですよね。ちなみに僕もこの生ジョッキ缶大好きです。通電にストックしてありますからね。もうそのぐらい愛飲してます。じゃあまず今日の献立の発表ですかね。今日一応旅館飯っていうテイストなんですけど、なんだろう、旅館飯というよりかは、漁師町の民宿に行った時に出てくるようなご飯、魚介を食らう、そういったコンセプトで作っていきたいと思います。実際僕そういう旅館飯が大好きなんですよね。僕は肉は一切なし。というわけで本日の料理のラインナップ。まず1品目。これはもう絶対に必要でしょう。船盛りですね。今日このカレーがありますんで、このカレーをベースとして姿作りみたいな感じで作っていきたいと思います。2品目、アワビがありますんで、アワビの陶板焼きで、3品目、カワハギの煮付け。もうそれはうまいでしょ。しかも本カワハギでいきましょう。これも肝パンパンだと思います。もうお腹の厚さすごいのでね。で、4品目、渡りガニの塩茹でで、5品目、シャコエビ。もうこれ茹だってますんで、このままいけます。で、6品目、タコの姿茹で。7品目、こちらのエビちゃんを使ってエビフライですね。8品目、アサリとかこういう大アサリの子供を使ってアサリのお吸い物。あ、ほんで忘れてましたけど、こういうバイ貝も買ってきましたんで、バイ貝の煮付け、これも作っていきます。そんな感じのラインナップでお送りしたいと思います。ほんでバイ貝なんですけど、これね、煮付けにする場合1日冷蔵庫に寝かした方がうまいんですよ。なんで前日に作っておきました。水 400cc、 そして僕が今作ってますこの出汁ですね。もう少しで発表できると思います。もうちょっとお待ちください。出汁バッグを入れて出汁を取ります。で、出汁汁を作って、そしてそこに酒、醤油、みりん、これは 60cc ぐらいずつですね。ほんでザラメとか砂糖を入れて甘みを入れます。で、下茹でしたバイ貝を入れます。で、グツグツと10分ほど煮れば OK ですね。で、それで1日冷やしたものがこちらになります。3分クッキング形式ですね。もうこういうことをしていかないと着がどえらいことになっちゃうんですよね。で、バイ貝の煮付けむちゃくちゃうまいんですよ。絶対作りたかったんでね、今日買ってきました。よし、じゃあ作っていきますか。で、今日は渡りガニ、オスとメスを用意しました。爪が長い方、こちらがオスですね。で、この爪の短い小ぶりの方、こちらがメスですね。で、メスの渡りガニは、卵と味噌がうまいですね。ここ見るとよくわかりますよね。オレンジがかってます。これも卵、内子がバッチリ入っています。ちょっと小ぶりだけど、めちゃくちゃうまいと思います。で、このオスの渡りガニは、基本的に身がうまい。身を食べるんだったらもう絶対オスの渡りを食べた方が、美味しいです。そして茹でていきます。お湯にお砂糖を入れまーす。あ、お砂糖じゃないわ、お塩を入れます。そんなに濃くなりすぎずね。そしたら渡りガニを入れていきます。蒸した方がうまいのにっていう意見とかもあると思うんですけど、いや、ボイルはボイルで蒸しにはない旨味があると思うんですよね。僕結構ね、ボイルの方が好きなんですよね、渡りガニに関しては。で甲羅を下にして茹でていきます。そうすることによって甲羅の方に味噌とかが溜まりやすいですね。10分から15分ぐらいですね、様子見ながら茹でていきたいと思います。じゃあその茹でてる隙間時間にエビフライの仕込みしていきましょう。もう今日はね、いつもよりサクサクっといきますよ。そしたら今日は頭付きのエビフライを作りたいわけです。なので殻を剥いていきます。この尻尾の関節のとこ、ここは残してくださいね。今日はね、旅館飯なので頭ついてた方がいいのかなと思って。食べやすいのはね、頭ない方がええだけどね。そしたら尻尾の先っちょを斜めに落とします。で尻尾のこの中に入ってるお水を取ります。これ取らないと揚げた時にバチーンとはぜますんでね。で頭の方もね、ちょっとこれ切った方がいいような気もするんですよね。こんな感じでやっていきます。そしたらエビを丸めて、ここにブスッと竹串を刺して背わたを抜いていきます。やっぱりね、タイガーエビは背わたが入ってます。よっと、これね、これは絶対取んないとダメなんですよ。でこの背わたの上のこうなんか緑のやつ、これは味噌の延長線みたいな感じで、これは別にクリーミーで美味しいんですよね。結構難しいんですけどね、取るの。この下に入ってるこいつですね。ほら、これ背わたすごいです。ほら、これもう全部泥です。これを食べたら嫌な気持ちになりますよね。エビフライって意外とね、手間かかるんですよ。そしたらこちらのエビを伸ばしていきます。こういうね、関節がありますんで、関節をこうやって斜めに切っていきます。斜めに斜めに切っていって、そしたらこうピッピッピッって伸ばしていく。これ関節切らないと、こうエビフライ揚げた時にくるっと丸くなっちゃいますんでね、そんなに深く入れすぎちゃうと切れちゃいますんで、浅く関節が軽く切れるぐらいで OK ですね。で伸ばしていくと、こんな感じ。伸ばし終わりました。そしたらそこに塩、反対向けて反対にもお塩、そして胡椒ですね。下味をつけていきます。はい、これでエビフライの仕込みの完成ですね。どうせフライもの作るんだったら、もう一品フライを作りたいな。大あさりのフライいきますか。まずは半分にカット。洗って泥を落としましたら、貝柱を外して、はい、むき身にします。この状態ですね。もう一個ぐらいいきますか。半分に割って洗う。そしたら先ほどと同じように、塩コショウで下味をつけていきます。フライは下味が大事。今日はピンク岩塩とミックスペッパーで下味をつけていってます。この大あさりのフライがめちゃくちゃうまいんですよ。なかなか大あさりのフライが出てくる旅館もないですけどね。はい、これあとパン粉つけて揚げるだけですね。フライは揚げたてでいきましょう。はい、そんなこんなで渡さんがいい感じですね。軽く浮いてきた感じね。真っ赤に綺麗に茹で上がっております。これをバットに揚げていくと、これがお酢ですね。可愛いですね、フジツボがちょこんとついてて。うわー、うまそう。いい匂いがする。他のカニにはない匂いですよね、この渡りガニの匂いっていうか。はい、これで渡りの塩茹での完成。じゃあお魚さばいていきますね。で煮付けは本カワハギで、刺身はウマハギでいきましょうか。まずはカワハギの煮付けを、このトゲがついてますんでトゲを切ります。トゲを切ったらヒレも取っちゃいます。そしたら反転させて、この顎のあたりに1本切れ込みを入れます。そしたら、このお尻の取っかかり、これトゲがありますんで、ここをちょっと取っときます。ここちょっと取んないと、皮剥くときにここが引っかかって剥きにくいです。で、この切り込みから、こうやって剥いていきます。ミロッと。で、くるっとさせて、裏側もめくると。やっぱ神経締めしてくれてあるんで、すごく身がいいですね。お刺身でもバッチリの鮮度よ。はい、このように剥けました。そしたら、皮剥きのエラはここからピュッと切っちゃって、で、そこからエラ取ってもいいんですけど、ここに、こういうふうに切れ込みを入れます。包丁の刃でここの付け根を切り落とします。包丁の刃先でこのエラを巻き込んで、まな板につけてグググッと取ります。そうするとエラでできますんで、チョキッと。でこうやってむき出しになって不格好になっちゃうんですけど、お頭付きの魚の盛り付けって左頭なんで、こう盛り付けるんですよ。でこう盛り付けた時にエラのここ傷ついてないんでね、僕はこの取り方が好きかな。そしたらお腹ですね。このなんかいっぱい入ってますね。斜めに包丁を入れます。こういう感じですね。あんまり深く入れると肝とか卵とか傷がついちゃいますんでね。お、これは卵がパンパンに入ってますね。この卵も煮付けにするとめちゃくちゃうまいんですよ。絶対取らなあかんのはまずこの腸ですね。中にこの魚とか貝殻の破片とかいっぱい入ってます。でもう一個絶対取らなあかんのがこれ、ニガ玉ですね。黄色いやつ、これは絶対取ってください。これ苦いので。でできることだったらこの脾臓ですね。この黒いやつも取った方がいいですね。であとは洗っていきます。あんま見えないですけど、こうね、卵の裏、ここら辺に肝がいっぱい詰まってます。なので今このカワハギは卵と肝しか内臓類は入ってない状態ですね。なのでこのまま煮ればもう雑味のないカワハギの煮付けになります。これでカワハギの煮付け用の仕込みの完成。次、ウマヅラハギいきます。ウマヅラハギは、お頭は使いません。だいたい工程は一緒ですね。トゲ取れてるんで、1本入れて、ちょっと切ります。そしたら、皮を剥いていくと。気持ちいいね。今の時期のウマヅラハギなんかいいんですよね、すごく。そしたら、ここに1本入れて、よいしょ。そしたら、頭を落とすと。ぐるっと。よいしょ。お、卵がたくさん入ってますね。この卵も煮付けの時に一緒に煮ちゃいましょう。これはうまいよ。肝もたっぷりです。はい、肝ですね。で、肝はお水とお酒。その中に入れておきましょう。ちょっと血を抜いていきます。そしたらうまはぎ3枚おろしていきます。下に1本。そして上から入れて、上にも1本入れていきます。お、まだ身がしっかりしとるな。このぐらい。これぐらいが刺身で好きなんですよ。カワハギ系はね、あんまり寝かしすぎるよりも、僕はね、池の状態か、もう1日ぐらいで食べたいところですね。そしたらまだ薄皮がついてますんで、薄皮を剥いでいきます。はい、こんな感じ。こっち側もですね、薄皮を剥いでいきます。はい、完璧ですね。そしたら半分に割っていきます。お節。そして、目節ですね。ここには骨が入ってますんでね、刺身で使うときは使いません。はい、目節と、はい、お節に分けました。ちょっとこの締め跡の血は取っちゃいます。で、この腹の膜はこの段階で取っちゃいましょう。これ腹骨はないんですよね、カワハギは。お腹の膜はこうやってきれいにこの状態で取ります。そしたら軽く塩水で洗っていきます。はい、そしたらうまはぎの仕込みの完成ですね。次はカレイいきましょう。このカレイは鱗がびっちりついてますんで、鱗を取っていきます。で、正直このカレイは、点数的に言うと50点ぐらいですね。卵を放った5なんで、少し痩せてますね。でもね、うまいんですよ、このカレイ。でも市場でね、狭い発泡スチロールの中に入れられて、誰か買ってほしいよーって、そんな顔してましたんでね、僕がお出迎えしました。で、これ系のカレイはね、この鱗が細かくてびっちりついてるんですよ。本当に取りにくい。根気よくこすっていきます。はい、では綺麗に鱗が取れました。そしたらおろしていきましょうか。今日は姿作りなので、頭ついたままおろしていきます。こう入れて、5枚おろしじゃなくて、今日は3枚おろしでいきますか。ここから包丁を入れます。こんな感じ。はい、1本入りましたら、そこを取っかかりに、こうおろしていきます。できるだけ縁側を残しつつね。で、ちょっと上向いてるんで、上向きで包丁を入れていきます。ちょっとミスったな。少し身が残っちゃいましたね。で、ここから角度変えて、こうやって入れていきます。こっち側は成功だ。よかったよかった。ちょっとここ少しだけ残っちゃった。で、この白い方も下ろしていきます。こっちも3枚下ろしていくか。苦手なんですけど、やっぱこう苦手にも挑戦していかないとね、やっぱ人間上達しませんのでね。はい、こんな感じに3枚下ろせました。そしたら皮引いていきます。まず繋がってますんで、一回ここで真ん中を落とします。で、この状態で腹骨をすいていきます。で、こっちもですね、真ん中で1本、腹骨をすいていくと。で、上の方、この黒い方が、身が厚いです。で、下のこの白い方が、脂があって美味しいって言われてますね。どっちを取るかは好みですよね。じゃあ皮引いていきます。この鱗をしっかり取っておかないと、この皮が、綺麗に剥げないんですよ。こういう感じで。黒っぽい色が残る。これが上手に引けましたってことですね。ほんと、鱗ついたままだと、もうまな板が鱗まみれになっちゃいますんでね。できれば、鱗は取った方がいいですね。はい、こんな感じですね。で、白い方もいきます。で、もがれ結構皮が強いので、意外と攻めちゃっても、うまく皮が引けます。こんな感じで、この白いのが残るのがバッチリ。美味しそう。このままかぶりつきたい。はい、これでカレイの皮引きの完成ですね。そしたらカワハギの煮付けを作っていきます。まずはお鍋にたっぷりの日本酒で、少しお水も入れます。そしてザラメですね。そしたらみりんも少し。そしたら火にかけてカワハギにちょっと切れ込みを入れておきます。こんな感じですね。そしたらたけのこも入れますね。はい、そしたらここにカワハギを入れていきます。大きいな。そしたらここにウマヅラハギの卵と、もう一匹のカワハギの方から出てきた卵を入れます。で、タケノコも入れちゃいましょう。で、この状態で火を通していきます。お魚と卵とタケノコにみりんとザラメの甘みを入れていきます。カニを盛り付けていきましょう。もうだいぶ冷めました。熱々もうまいんですけど、ワタリはちょっと冷めたぐらいが僕は好きです。で、ちょっと緑も入れて、で、もみじもちょっと添えて。はい、ワタリガニの完成。そしたら貝類いきましょうか。まずは平貝。あ、なんか飛び出てますね。君は誰だ？隠れエビがいましたね。そしたらこの上の方からこのケーキ用のナイフを入れて貝柱を断ち切っていきます。はい、うわ太いな貝柱が。で、尻尾の方から周りのヒレヒレを落として、でこの状態になったら貝柱を外していくと。はい、平貝の仕込みの完成。そしたらサザエですね。サザエはグッと入れて頭を落とすと、手を入れて尻尾を出す。船盛りにサザエの刺身が入ってるとテンション上がりますからね。そしたらこの蓋を外して、あとは塩もみして切っていくだけで OK ですね。そしてお皿にまたもやハラン敷いて、そしたらここにシャコエビ並べていきましょう。もうあえて剥かずにこのまま盛り付けていきます。剥きながら食べていくと、それが旅館スタイル。まあでもそれは旅館にもよる。そしたらちょっと柚子も切って、ここに盛り付けていきましょうか。はい、これでシャコエビの完成。盛り付けるだけで、アワビの陶板焼きですね。あ、生きてます生きてます、よかった。でこのまま焼いたら踊り狂って素敵なんですけど、ちょっとね汚いんで塩かけてちょっと洗います、こうやって。そしたら出ました、この一人鍋のやつ、固形燃料セットで、ここにこの陶板焼きのやつセットします。今日はちょっとわかめ入れますか。このわかめを食べるというよりかは、このわかめの香りを魚介に移すっていう感じで、アワビと、まだちょっと入りそうだな、ちびおあさり2つ入れときましょう。お、いいね。めっちゃ楽しいな旅館飯。どんどん自分の好きな料理が続々と作られていく感じ、たまんねえな。でここに日本酒を一振り、さーっとね。これでアワビの陶板焼きの完成。あとは火をつけるだけ。はい、そんなこんなでいい感じですね。うまそうに火が入ってますね。そしたらここにお醤油を入れていきます。ちょんちょんと、ここで塩味を入れていくと。あとはこのタレをこう上にかけながらかけながら、このタレが半分ぐらいになるまで煮込んでいきます。うわ、お卵もすごいな、これブリッとしてますね。卵みてえだな。煮つけていきます。はい、そうしたら今日のメインディッシュ、船盛りを作っていきます。もうささーっと切っていきますよ。そしたらこれ、もがれですね。まず土台を作って、頭をしっかり固定すると。そしたら尻尾も立てて、こんな感じですね。おお、美しいですね。やっぱりカレイとかヒラメ系の姿はね、美しい。では切っていきます。まずはもがれですね。縁側を外します。まだプリプリしてますね。そしたら薄く、このぐらいに切っていきます。このぐらいですね。お、プリプリだ。あ、いいもがれだわ。ちょっと痩せとるかなと思ったけど、ものすごく物いいです。そしたら盛り付けていきます。こんな感じで、できるだけ骨がこう見えないようにこう盛り付けていく。そしたら縁側ですね。縁側もこの端っこの方に盛り付けていきます。そしたらつまをドーン、ここに土台を作っていき、大葉ですね。大葉を引いていく。でちょっとここに緑入れますか。ボタンエビいきましょう。ボタンエビを剥いて、もう頭ごといきましょう。ドーンと。うお、綺麗。なんて贅沢なんだ。今日の刺し盛りは完璧僕好みのやつでいきますんで、毎回そうなんですけどね。よし、じゃん、サザエですね。蓋をセットして、でそこにちょこっと大葉を敷く。でカット。はい、こんな感じですね。そしたらこれをここら辺置きましょう。あ、いい、あ、ぽい。でやっぱりマグロはいりますよね。ハランを置いてここに置きましょうか。あ、いいですね。で大好きサーモンもいきましょう。サーモンも3切れいきましょうね。平貝は今日縦に切りますか。贅沢に縦切りでいきます。そしてこう立てるパターンでいきましょう。でちょっとずらす。ちょっとウマヅラハギの場所がないです。なので、まず肝叩きます。はい、そしたらこの中に入れて、そしたらすだちを絞ってギュッと。そしたらそこにお醤油加えて、肝醤油混ぜ混ぜして、よし。そしたらここにうまはぎの実を細く切ります。今日は糸作りでいきます。そしたらドーンと乗っけて、ちょっと器ちっちゃいな、ちょっとごめんなさい、器変えました。で軽くあえて、そしたらお皿に戻します。はい、これでうまずらはぎの肝和えの完成。ちょこっと彩りでほうじ草を添えておきます。これはここら辺に乗っけておきます。あとはここですね、鳥貝乗っけていきます。今が旬の鳥貝、今年鳥貝すごくいいらしいですね。ああ、鳥貝で埋まっちゃいましたね。でそしたらイクラですね、イクラをすくってちょっとサーモンのどこに乗せておきます。でウニですね、ウニちゃん。今日はこれわさびの葉っぱもあるんですよ。なんでわさびの葉っぱをまあここら辺に置きますか。ここら辺に置いてウニをすくって、ここら辺に盛り付けていくと。贅沢ですね。これどんな旅館に泊まったらこんなん出てくるんだろう。はい、そしたらあしらえで色入れていきます。まあ、今日はあんまりね、あしらえはないんですけど、ほうじ草は手前に持ってきましょう。このね、あしらえを入れる瞬間が楽しいんだよな。なんかこういう紫のお花もあったんで、これも飾っておきますね。これはね、食用じゃないみたい。食べれないんですけど、綺麗なんで買ってきました。であと、桜の新芽ですね。桜の新芽もちょっと添えておきましょう。で、もみじもピチョンピチョンと添えて、あとこちら、わさびですね。はい、で、わさびをちょっと添えたら、はい、こちらで船盛りの完成ですね。はい、では最後フライ作っていきます。で、これエビなんですけど、僕片栗粉で洗うの忘れてたんですよ。なんで片栗粉で洗って、汚れを落として、もう一回下味付け直しました。はい、そしたらここに軽く小麦粉をまぶします。薄くね、薄くまぶします。で、大あさりにも軽く小麦粉をまぶします。そしたらこちら、バッター液ですね。卵1個に対して、小麦粉 60g、牛乳 90cc、こちら入っております。そしたらまずバッター液をつけていきます。こういう感じですね。そしたら小麦粉につけていく。この身のとこだけつけるのがポイントですね。尻尾と頭を持って身だけつける。こういう感じですね。で、大あさりですね。大あさりもバッター液につけて、こんな感じですね。そしたらエビちゃんを揚げていきます。ほい。頭に水気があるんでね、飛ぶかもしれない。で、揚げていきます。はい、いい感じに揚がりましたね。バッチリです。次、大あさりいきます。大あさりはもう、さっと揚げていきましょう。あんまりやりすぎても硬くなっちゃうんでね。はい、OK ですね。こんな感じ。そしたら、揚げたてのフライたちを盛り付けていきます。まずは、エビちゃん。そして大あさりでソースですね。でマヨネーズもちょっと。はい、これでフライの完成。はい、そしたら味噌汁を作っていきましょうか。お味噌汁は早いですよ。だしパックで取っといたおだしに、もちろんこれも僕のだしパックですね。でそこにあさりと大あさりの子供入れます。で火にかけます。はい、あさりの蓋が開きましたら火を止めてお味噌を落としていきます。今日は合わせでいきますね。はい、これであさりと大あさりのお味噌汁の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。今日はこんな感じで旅館スタイルでお送りしたいと思います。いやー、にしても豪華だな。すごないっすか。和室で食べるのいいな、雰囲気が出て。そしたらどれからいこうな、まあ、やっぱフライですかね。揚げたてのフライからいきたいですね。頭を外して、でソースにつけて白米にのせて、こちらいただきます。うまっ。下味バッチリですね。次こちら大あさりフライいきましょうか。ソースにつけて、今回ちょっとマヨネーズつけますか。これがねうまいんだよな。いただきます。これはマジで贅沢。貝のフライってうまいんですよ。で一度お味噌汁いただきますか。うまそうだな。お味噌汁です。いただきます。うわ、この大あさりとあさりからね、琥珀酸がバチバチに出てます。うまっ。ほんと全然砂ないですね。不思議。最高の味噌汁です。次どれいこうな。煮つけいきたいな。さあカワハギの煮つけ、ここ肝がパンパンに詰まってます。これ全部カワハギの肝、ほらこのクリーミーな肝がねいっぱい詰まってます。でこの肝とこの身ですよね、ここの身を一緒に食べると最高なんです。いただきます。しびれるうまさですな。これは最高ですね。でちょっと箸休めにこうたけのこね、ちょっと我慢できないんでもういっちゃっていいですか。でん銀色のやつ生ジョッキ缶バージョン、皆さん見ててくださいね。いきます。パカッ、もこ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 っとクリーミーな泡が出てきましたよ。はい、来ました。ほらふるんふるん、こちらいただきます。まるでお店の1杯目。生ジョッキ缶ならではのクリーミーな泡がものすごい最高です。もうね、ごくごく飲めちゃいますね。生ビール感が自宅で手軽に味わえるのは他にないですからね。この生ジョッキ缶だけですから。今日みたいな旅館をイメージした定食とも相性バッチリでございますよ。じゃあお次は梅貝をいきましょう。僕の手作り梅貝。これうまいんすよね。これ好きな人たまらなく好きですよね。これ系のやつ。こちら、いただきます。うわー、うますぎる。柔らかいで銀色とよく合うだ。これが幸せよ。次シャコエビいきますか。今日のシャコは全部メス。ピロ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 っと、これを手でいただきます。このカニともエビとも違うこのシャコの美味しさがありますよね。で卵のホクホク感がいい。次はこちら豆板焼きですね。もうできた頃です。アワビをいきますか。いただきます。わかめの風味がめっちゃ移ってる。これめちゃくちゃ柔らかいな。いい火入れですね。そしたら次どれいこう。カニ子が気分的にメスいきたいですね。メスガニをパカッと。うわすげえ、パンパンに打ち粉が入ってますね。僕はこの打ち粉が大好きなんですよ。いただきます。うまい。ケジャンもいいけど茹でわたりもうまいわ。じゃあ次お刺身の盛り合わせいきます。まずは今日の主役カレーですね。こちらわさびをつけて醤油にちょんといただきます。うわうまい。カレーうまい。僕ヒラメの刺身よりこのカレーのお刺身の方が好きなんだよな。なんか食べ慣れてるっていうのもあるんですけど、すげえうまい。でもなかなかこっちで釣れないんですよ、カレーが。貴重なんですけどね。じゃああとちょっと1品ぐらい食べますか。どれ食べたいかな。やっぱりボタンエビだよな。この生ボタンいきますか。ちょんちょんとつけていただきます。銀色のやつお刺身にも合うな。白身にもエビにもちょっとこってりとした油物のお刺身にもコリコリとした貝のお刺身にも何にでも合うな。魔法の飲み物。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自宅で旅館飯作って食べてみましたけども、めちゃくちゃうまかった。まあそれはうまいですよね。間違いないことしてますんでね。まさに魚介を食らうっていう感じでしたね。もうやっぱああいう飯が大好きだな。そして今日も朝日さんからいただいたこちら生ジョッキ缶、3月からこちら6缶パックも出てまとめ買いも簡単になって手土産にはぴったりですね。僕の最近のおすすめです。ぜひまだ飲んだことないよって方も、もう飲んだよって方もこちら生ジョッキ缶を飲んでみてはいかがでしょうか。おすすめ商品でございます。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。